どうもドズルです。さあ今日はですねクラッシュロワイヤルクラロワの援軍について話していきたいと思います。このクラロワの援軍システムなんですが、クランの中でねカードをやり取りすることができます。で、結構ね皆さん知られていないのが、このカードをやり取りすればするほどお得となっております。どういったことかっていうと、カードって1日1回ショップで買えると思うんですが、そのカードで売られている値段よりも多くのゴールドをゲットすることができるんですよね。やり取りできるカードはノーマルカード、レアカードのみなんですが、ぜひですねこの、クラン内での援軍のやり取りっていうのは活発にした方が、ゴールド的にもそして経験値的にもかなりお得となっております。さらにですね、これは知っておくべきなんですが、ノーマルカードは10枚、レアカードは1枚だけやり取りができます。でこれね一定時間に1回なので、どちらをね選択すればいいか、ノーマルカードを求めた方がいいのかレアカードを求めた方がいいのか、これはねもう明確にノーマルカードだと私は思っております。なぜかっていうと、大体ね例えばノーマルカードのレベル8と、レアカードのレベル6が同じ、大体同じレベルで、レベル9と、レベル7が同じレベルなんですが、必要枚数をね見ていただければ分かると思います。例えばレアカードレベル6から7にするときに100枚いるんですよね。ただノーマルカードだと8から9にするのに400枚だけって言ったらあれなんですけど、4倍なんですよね。で援軍を見てみると、レアカードは10分の1しかゲットできないんで、レベルをガンガン上げていきたい人はね、ノーマルカードを申請に出していくのが良いかなと思います。ノーマルカードとレアカードの強さってねそんなに変わらないので、レベルが2個違うってだけで、なんていうのかな、すごい大幅にレアカードの方が強いってわけではないので、まず序盤からね中盤から終盤にかけてはノーマルカードをガンガン強くしていった方が戦況を有利に進めていけることが多いです。なんでね援軍のカードはノーマルカードをガンガンリクエスト送ってノーマルカードを育てていくっていうのが私のおすすめの育成方法となっております。はい、ということでね結構そのノーマルカードをリクエストなんとなくね、適当に申請を出している方多いと思うんですが、ノーマルカードでも特に使い勝手がいいこのヤリゴブリンですね、ヤリゴブリンもしくは、ノーマルゴブリンですね、攻撃力の高いノーマルゴブリン、もしくはスケルトンですね。スケルトンも、エリクサー1で非常に使いやすいユニットとなっております。あともう一つがおすすめがバーバリアンね、結構そのコートロ隊に行ってもねレベルの高いバーバリアンっていうのはすごい火力にもなるし盾にもなるんで、非常に使い勝手がいいユニットになっているので、ぜひこの4枚をねどんどんレベルを上げていってデッキに組み込んでいくのが良いのではないでしょうか。はい、ということで今日はちょっと短いんですが、クラン内の援軍のやり取りについて話していきました。またね、クラロワの動画どんどん上げていきたいと思うので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。